よし、え、次の先輩、ハーチャマへ。私はハーチャマの女性の番です。うわー、ハーチャマの女性メスハートンが来たよ。これ最高だぜ。メスハートンがやっと来たよ。まったく、いや、よかった。メスハートンなら罵倒することもないんじゃないの。私はハーチャマの女性のファンです。クソマロを読むばかりなのは疲れるでしょうね。男ってキモいだよね。私もガス本当だよね。男って気持ち悪いんだから、まったくよ。気持ち悪いんだよ、まったく。もうやっぱメスハートなら分かってくれるって思ったよ、本当によ。ところで普段履いてる下着はどこのメーカーのものですか。ハーチャマとお揃いのものを着てみたいです。ところで普段履いてる下着はどこのメーカーのものですか。ハートもどそら、あ、そういうこと。はい、メスハートだからね。メスハートだからさ、ハーチャマとおそろっちの下着が着てて、はーい、まあ、ハーチャマのセンスがね、良すぎるからね、おそろのね、ブラジャーとね、下着を、靴、パンティーとブラジャーを履きたいってことだよね。男のなりすまりやぞ。なりすましやぞ。おっさんで草、これはおじさん、これはセクハラ。自分は島村だ、てめえの聞いてねえ。さりげなく自分の下着のお店言ってくんじゃねえ。これ、男？ほんまに女か。おいおいおい、こいつなりすましかよ。女性ファンって言えばさ、ハーチャマに罵倒されないとでも思ってのか？ったく、どこのメーカーってなんだよ。じゃあ自分はどこの下着着てるかまず言ってみろよ。これ海外に来なんじゃないの。キモいだよね。海外に来だよね、これ。こいつな、怪しいぞ。女性のファンになりすましてよ。何やってんだよ、マジで。これまた、また海外に来た。海外に来はセンスだって思ってたのに、変態しかいねえじゃねえかよ。これ絶対男だよな。ちょっとまたハーチャマよりも日本語のできる海外に来た。メスハートは都市伝説。いや、いるし、メスハートいるし、少しぐらい。少しで、メーカーは、さりげなく聞いてくんなよ。ハーチャマはなんか可愛いやつね。紐パンとかね。最近はね、紐パンとかね、履きたくなっちゃったりして。やっぱ紐パンって可愛いんだよな。いや、ハーチャマさ、実は最近さ、お姉ちゃんがさ、紐パン履いてたからさ、ハーチャマも紐パンが欲しいってなってさ、お姉ちゃんと下着屋さんに行った時にさ、一緒にさ、紐パンをね、買っちゃったんだよ。買っちゃったわけよ。それでさ、幼稚園にさ、紐パン履いてったらさ、ダンスのさ、授業の時にさ、なんか、お遊戯をしたんだけどね。そう、お遊戯をしたんだよ。幼稚園でさ、お遊戯のさ、練習をしたんだけど、お遊戯が終わった後にさ、更衣室でさ、着替えてたらさ、体操着から着替えてたらさ、シュルってさ、紐が取れちゃったんだよね。普通に焦ってね、さすがに幼稚園に紐パン履いてる子なんていないからさ、さすがに紐パン履いてるとかもさ、ちょっと紐パンの紐が取れたとか言えないからさ、やべえ、紐が取れたと思ってさ、急いでトイレに駆け込んで紐を結び直したけどさ。お遊戯ってさ、おーい、これ、ライン越えだよ、そのコメントよ。ライン越えだっちゅうの。お遊戯ってそう言うたら、何想像してんの？何想像してんの？なんだって？リサマリのデザインかも、できた。怖い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 。
の？ロン、え？メスハートンかな？メスハートンなのかな？いや、メスハートンだよね、さすがに。え、なんでさ、下着のメーカー知ってんの？怖いんだけど、普通に。いや、おかしいだろ。怖っ！いや、怖っ！怖すぎる、マジで。やっばっ！いや、ホラーなんだけど。え、なんでさ、え、なんでオスハートンなのにさ、いや、怖い。ひもパン好きおじさん、それも怖いわ。それもそれで怖いわ。ひもパン好きおじさんで、すぐにひもパンのメーカーわかるって怖すぎるわ、普通に。やばっ。いや、マジで、いや、こ、いや、怖っ。いや、怖っ。やば、うわうわうわ。もう、ほんとに怖い。やばいわ、マジで。よし。あ、もう次のマシュマロ行きたいと思います。いや、もうこんなさ、ひも、もうさ、下着のメーカーの話でこんな話広がると思わなかった、もうほんと。